はい、どうも、暗号通貨ニュースの時間です。速可塾の久保哲郎がお届けしております。えー、まずね、このコインゲッコというサイトですけども、いつも見るのが、あ左上、扱ってるコインなんですけども、増えてますね。13,300トンデコに増えてます。新しいコインがどんどんコインゲッコの方で取り扱われるようになってきました。そしてコインゲッコで紹介している、えー、交換サイトですね。これがね、 えー、1000を超えましたね、ついにね。えー、そして時価総額が前回は377兆円だったんですけども、今ね、429兆円。ここまで来てるわけですよ。暗号通貨っていうマーケットがぐんと育って、今ね、金に次ぐ次の市場、銀以上になってしまったということで、とても、こうね、無視できない、馬鹿でかい、そんなマーケットになったことが伺えます。えー、そして順番前後しますけども、私の3月お勧すすめしている GX チェーンです。こちら。 値上がりしてますね。はい。どうですかこの値段の急騰ぶり。そして、買い方、売り方なんですけども、2プライスです。100円以下の瞬間に買う。そして、300円以上になったら売る。これを繰り返すだけです。で、ずっと、キャッシュポイントがあるわけでしょ ?100 円以下で買う。300円以上で売る。結構呼吸の方に、呼吸のようにね、仕入れるタイミングと、 売って稼ぐタイミングがあると思います。で、この GX チェーンですけども、えー、こちらの方、インドダックスで購入することができますんで、これは私もね、あの、インドネシアの、あの、実際インドダックスの本社の方に行ってきたんですけども、まあ、すごくね、あの、活気のあるところでしたね。インドネシア最大の暗号通貨取引所と言ってもいい。日本で言うとコインチェックとかね、ビットフライヤーみたいなもんだと思います。はい、そして、えー、コイン結構に戻りますけども、 はい。ビットコインは1000万を超えて、もうね、1000万を割らなくなってきましてね。1100万ぐらいになっちゃいました。いや、すさまじいですね。で、イーサリアももう60万にタッチしますからね。まだまだ上がると思いますけどね。え、それから、XRP は100円の大台に乗りました。久々です。で、この XRP は、前回は200円で決済するようにお話して、実際は191円で、ベストポジションで利確をすることができた方、そういう多かったと思います。え、そして、カルダノですね。我らがカルダノ。もうね。 これもなかなかいい値段ですよ。うん。柴犬。もうランキングの上位の方来ましたね。以前紹介した時はランキング20位以内に入ることはあんまりなかったんですけども、現在では0.005円。ね。0.0014円以下なら買いと言った、あそこから3倍、4倍以上になっております。もう十分な利益をね、見込めてると思いますけどもね。はい。そして白菜はもう、たまにしか話題に出さないと思いますけども、 3月は GX チェーンでね、行きましょうかね。はい。ということで暗号通貨いかがだったでしょうかあの、難しいのはどこで利確するかなんですよ。で、以前私は柴犬コインを利確するタイミングを動画でお話したときに、ちょっとした批判が来ました。まだまだこれから柴犬コイン上がるのにみたいなね。そんなの100も承知なんですけども、投資金額を回収するのが一番なんですよ。その後、その後ね、また柴犬コインに 残していけばいいわけじゃないですか。追撃してもいいですしね。うん。まあ、これはあの、FX のテクニカルで身につけた方法なんですけども。あの、利確をした、半値で追撃というね。こうすれば、元金を失うことがないってことなんですよ。で、暗号通貨の場合は、例えば芝居インの場合は、1月に1万円買いましょうっていうお勧めをしました。で、実際に2万5千円以上の値がついた時に、1万円を外に出して、残りの1万5千円で継続しましょうっていう紹介をしたんですよ。 いや、これはね、えー、資産を守りながら暗号通貨の可能性を残すという意味で、えー、固い方法だと思いますよ。やっぱ私たちに資金がたくさんあればこんなことしないんですけども、やっぱり1万円にするのか10万円にするのか悩むってことは、資金の余裕はそこまでないと思うんですよ。ですんで、せっかく利幅を取った時ぐらいは、早くね、元金をキャッシュアウトすること、これが第一だというふうに申し上げております。はい、じゃあ今回は以上です。